ペンオーソリティ。今、1ドルいくら ?133 円。もう一息やな。やっぱペンでしょ。ペン。リールで IPX8 とかもう次元が違うよな。だって今の島の台場とかでも多分 IPX で言ったら4とかじゃない？だって島の台場の、ステラとかイグジストであっても多分 IPX で言ったら4とかやろ。5はないな。だからイヤホンとかと一緒よ。運動、スポーツ用の。ラビリンス構造って結構水入るし、マグシールドなんてあれだし。スラマー4とかそうだよね。IPX、6だよね。スラマーとかは。何だっけ、スラマー4の DX が、開発者が、ワイラは7やと思っとるんやけど、なんか基準が、6だから許せねえぜ、みたいな。ね。なんかその認定する人たちが6とか言うから、ふざけてやがるぜ、みたいな感じの愚痴を言っとったのは覚えとる。それの1個超えてくるか。8って何?IPX8 って何 ?4 とかだよ、だってステラとかでも。SW とかでも多分4とかじゃない ?5 くらいか。4は言い過ぎか。IPX というより×なんだね、この表記って。6。防塵は関係なし、想定してない。防水。IPX の4。あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響は受けない。IPX6 の場合は、あらゆる方向から水の暴風水を受けても影響ない。8は。地底圧力の水中に常時没して使用できる。だからあれやろな。ちょっとしたウェーディングなら多分竿ドブ付けでリーリングしても大丈夫そうじゃね?8 って異常だよね、やっぱ。1番だって1番やん。1番。地底圧力の水中、1気圧とかやろ。多分1気圧とかだったら定められた圧力時間で水中に没しても有害な影響を受ける水の侵入はない。だからこれ水の、そのサーフとかのウェーディングするときの、水のしぶきが大丈夫だぜとか、船の移動したときにバシャーってかかる、あれが大丈夫なのが IPX の6ぐらいか。スフェロス。一応8なんだ。8相当。あ、注釈がある。ちっちゃーく。ちっちゃーく注釈がある。8相当。8相当ってことは8ではないってことやんな。8なら8って言うもんな。国際規格で定める、防水の最高順位。でも一応8はあるんだ、SW。へぇ。直ちに影響はないくらいですか。でも構造的に多分、入りにくいかもしれんけど、入ったら出せんくなるんですよ。入りやすい構造で、あれなんだけど、入ったら出なくはなるんで。だからこの特殊グリスってのが、乾いたら終わりやし。ボディーブ。ボディーブが8相当やって。なるほどね。ボディーブが8相当。ボディーブ、カッコボディーブって書いてあるもん。だから相当なんや。だからマグネシウム使用って書いてあって、カッコボディーブみたいなことやんな。で、ローターとか、そこら辺は大丈夫。だからボディ、だって、ボディってどこだ？どっからどこまでをボディって言っとるんや。ボディとギアボックスと、ローターとスプールだもんな。大きく分けたら。ここら辺のメーカーは本当にね、言い方を変えて嘘はついてないけど、言い方が違うみたいなことを言うから、そんなこと、そんなこと平気でやるからさ、こういうメーカーって。ボディー部が8相当。だから、ボディーとギアボックスって別やろ。シマノって。定義として。SW 機とかだったら、例えばスフェロスだったら、スフェロスの SW の、足付きギアボックスか。あ、違うな。足付き蓋なんだ。だから、ボディ、この下ね。174、ボディ。これ確か定義として分け取ったはずや。ボディ、ギアボックス、ローターとか、吸ったもんだから。だってほら、ハンプラの時にさ、ボディ部は金属です。なきゃ鋼ギアとかさ、ああいう話になった時にさ、カッコボディ部みたいな話になっとったねか。金属ローター×鋼ボディで、だから鋼ボディ、ボディなのよ。こっちから映すからうまいよね。でもギアボックスは CI4。だからボディとギアボックスの定義を変えとるはずやから、シマノって。だからボディ部が IPX8 っていうのは、ここだ。ここ。このハンドルを差し込むネジのところと、この、パカッと閉じるこのね、このギアボックスとのこの隙間のこのゴムパッキンのところ、この黒いゴムパッキンのところ、これが IPX8 なだけであって、ね、
ボディ部ってことは。これが IPX8 なわけであって、多分このローターの周りとか、このあたりって、多分 IPX8 とかではないはず。4とは言わんけど、4とは言わんけど、5くらいじゃないかな。あ、でも5も怪しいよな。あらゆる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響は受けない。これもちょっと怪しいな。だからこれがまさに、5が、例えるなら5は、あれでしょ。蛇口の水をジャーっとかける。蛇口の水をジャーっとはかけるみたいなイメージやろうな。で6の場合は、ホースとかを、先潰してさ、めっちゃ水ジャーって出るやつにすんねんか。あれでバシャバシャバシャーってかけても大丈夫ってくらいやろうな。で、7からになってくると、水の中にドボンとつけて、大丈夫だぜ、みたいなことになって。だから、カッコボディー部って書いてあるから、うん。これちっちゃーく。すっごいな。わかるこれ。配信でわかるかな。あ、わかりそうやね。ほら。カッコボディー部って書いてあるんですよ、ここに。IPX8 相当。だから相当なんやろな。8ではなく、8相当って言ってるのはそういうことなんやろな。カッコボディー部。なんか薬とか、消費者金融のあれみたい。まあ、スフェロスだからしゃあないよね。じゃあ、ステラ SW って、ステラも相当とかだったら、マジ笑ってやるわ。鋼、ボディ。ステラってフルメタルやもんな。だからこの、ギアボックス、あ、ステラの場合は足付きギアボックスだからな。こういう時は、両方映すんすよ。こういう時は、両方映すんすよ。うん。ずるいよね。でもこれは商売だからな。商売ってこういうことやからな。別に嘘はついとらんから別にシマノは悪くない。全然シマノは悪くない。IPX 書いてないんだ。ラビリンス構造は一見入らんかもしれんけど、抜けもせんからな。で、気密性というか通気性が悪いから、なんか生乾きになってベタベタ乾きになるしさ。ペンでいいんだよ、ペンで。変でいいんだよ、やっぱり。同社のフラッグシップ、スリハックだから、ダメだな。ツインパワー SW はステラに搭載されているエクスプロテクトを採用。IPX、あ、石黒の記事に書いてある。XD。もっと先の話やな。ツインパワー SW。ヒートシンクドラグ。IPX2 は、0から8段階まで9段階があり。このプロテク、エクスプロテクトは最上級ランクの8相当の防水性能となっています。ちなみに IPX7 は、水没、水中に没しても水が浸透しない。8は水面下での使用が可能。これ本当なんかね。口だけで聞いて、口だけで聞いただけじゃないんか。口だけで聞いただけじゃないかな。なんかそんな気がする。だって島野だもの。だって島野だもの。みんな勘違いしとるよ。島野だもの。IPX 取っとるんやったら、IPX 取っとるんやったら、IPX って書くもんだって。水面下でハンドルを回したとしても浸水しない構造となっている。どういうことなんやろな。IPX、だから、IPX8 相当っていうのは多分これ非公式やろ。多分これ非公式だよな。なんかそんな気がしてきたな。非公式だけど、一応、8相当はありますよみたいな言い方なんやろな。防水を歌っとるんやったら、IPX マークって絶対欲しいやん。何があっても欲しいマーク。それがないってことは、そうとうって、だからそういうことなんや。だからそういうことなんや。で、ステラと一緒なんやろ？だからステラも、4とかじゃない？行って5とかでしょ。直噴は無理じゃないかな。村田式の洗い方って結構水入るからね。あれって。かっこボディー部。村田式って結構水入るからね。そういうことなんだよ。トバドマジック。でも嘘はついとらんから。これを、例えばこのね、シールドマークをつけたら、お前 IPX の試験もしとらんのに、勝手にロゴマークを使いやがってっていう犯罪になるわけよ。うん。犯罪か知らんけど。うん。それの悪事になるわけよな。けど、ね、自分でスタンプ作るのは無料だから、だからそうなんじゃないかな。あっても5だと思う。うん。どんな頑張っても5だわ。6は無理だわ。6は絶対無理だわ。しかも、5もかけるだけだったらいいと思うけど、かけた状態で回したら、多分5も危ういと。なんかそこら辺の野球少年を大谷翔平相当って言ってるのとも一緒やな。うん。嘘をつかずに、いかに、お客さんに対して、口八丁手八丁で物を売るかってのが商売の世界だから。嘘ついたらそれは詐欺になるから。だからそれこそ YouTube なんだよな。それこそ YouTube なんだよな。だから俺がもしも資金が潤沢な YouTuber とかだったら、スフェロス買って、IPX 相当って言っとるけど、どこまで本当なのかみたいな、ことをね、やるわけよ。
そんな無駄なことせんけどさ、水の中で IPX8 相当なら、水の中で30分巻いてみたみたいなさ。水の中で30分巻いてみたみたいな。そういうことするんやけどな。ダメやめろな。完全武装の SW リール。海水の侵入を許さない。かっこ、平常時。かっこ、ボディのみ。そうそう。ジミオリさんとか、それこそアビさんなんかもね、リールのドブ付け、やってましたけど。けど、正直さ、なんだろう。リールって、動かさなければ、意外と水って入らんもんなんですよ。入るザコリールは入るんだけど、リールって意外と、もう形が決まっとるからさ、空気がどこに行くみたいな感じの、もう形が決まっとるから、正直、ドブ付けしたとしても、動かさなければ、意外と入らんもんなんですよ。けど、ちょっと振ったり、巻いたりすると、可動部。うん、動く機械だから、動いた時に、例えばそれこそラビリンス構造みたいなのもそうだけど、いったやつがどん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 奥へ押しやられていくみたいなことになるわけよ。ただ単にこれをドブ付けするんだったら、それこそ、ドブ付けするんだったら、まあ理屈の上ではね、多分実際違うと思うけど、理屈の上では、上の方に空気が行くわけだから、ここに空気の層ができるわけやねんか。ね。理屈の上で言えばね。実際そんなことはないと思うけど。下から水が入ったとしても、上に空気があるから、それがね、空気の壁となって、水をこれ以上行けませんよ、みたいなことになるわけよ。うん。けど、回せば回すほど、なんかの拍子に空気がポコッと抜けたりしたりね、すると、ね、水がどんどん入っていくわけだから、そういうことなんだよ。嘘はついてない。大丈夫、嘘はついてないから。島のは悪くありません。嘘はついてませんから。嘘つきは悪いけど、嘘はついとらんから、別に。